はい、えー、それでは今から令和五年、第二回担当式本試験、財務会計論、回答速報動画を、えー、始めさせていただきます、えー。担当はレクセンコーシカゲヤマです。よろしくお願いいたします。はい、えー、本日ですね、担当式本試験、本当にお疲れ様でした。 えー、一日ですね、戦い抜いて、えー、かなりですね、疲労、そして、まあ、肉体的にも精神的にもですね、えー、もう疲れてね、えー、もう寝てしまいたいと思っている人も多いと思いますし、またね、この動画をご覧になられているのがですね、翌日,翌日以降の方もですね、多いと思いますけれども、えーまあ、レックの方もですね、財務会計論の回答がです、ね、出揃いましたので、えー、まあ、簡単ながらですね、えーまあ、ボーダーと。 えー、そして、えー、まあ、詳細解説ではないですけれどもまあ回答を出すねアプローチ、えー、簡潔にですね、えー、解説動画の方をですね始めさせていただきますよろしくお願いしますはい、えー、今日ですね財務会計論担当試験試験、えー、前回12月の本試験と比較すると、えー、難しかったのかなと思います、えー、前回のですね12月の担当試験試験は予想ボーダーがですねだいたい今200点中のまあ、140から150ぐらい っていうですねボーダーを、えーまあ、予想していたんですけれども、きょうはです、ねまあ、ずばりボーダーとしては、えー、120点、6割、えー、程度をです、ね、取っていく必要があったというところなんで、まあ、前回と比較すると、ですね1割以上もですね、まあ、ボーダーが下がっているようなイメージになります。はいで、まあ、各のですね正当可能性と、えー、あとは回答に関しては、えー、一応、ですねあのーまあ、この YouTube の動画をご覧になられているです、ねえー、ホームページのところで、 レックのですね正式なものが多分アップされていると思いますので、まあ、そちらの方をですねご確認いただければと思います。はいで、えーまあ、ボーダーの方をですねちょっと見ていきますとき、まあ、今日の問題ですね。 出題の形式傾向というのはです、ね、基本的には前回のものをです、ね、踏襲しているような形になります。で個別の計算12台、総問題が、まあ、1台で回答箇所6箇所、で理論が、まあ、10台ということですから、まあ、ほぼです、ね、例年通りの、えー、出題の配分と、えー、なりました。えー、ただです、ね 個別の計算に関しては点が取りやすいところとです、ね、取りにくい部分にですね相互、はいえー、問題に関してはですねはじめの3台はめちゃくちゃ簡単、まあ、これは必ず正解をしなければいけない。 で後半3題はこれは逆にめちゃくちゃ難しいのでもう埋没になります久々にですね、えー、総合問題の中で、まあ、難しい問題が出題されたのかなと、えーまあ、ここを、ね、数回総合問題というのは非常に優しいので6分の5とかですねそれぐらいはまあ取れる問題ではあったんですけれども、まあ、今日はですね後半部分ですね、えーまあ、会社分割に関しては非常に難しい問題が出ておりましたはい、えー、そして理論ですね理論はですね10代ありまして、えー、非常に優しいですねあの一問 連結の範囲に関してはもう埋没の、ね、問題がありますのでそこは無視して、えー、実際回答可能な問題が9台あったんですが、まあ、そのうち、えー、8台は取りたいかなと、まあ、どんなに悪くても7台ですね、えー、正当可能性高の問題が8台ありますがその正当可能性高の問題8台は基本的に取れますあのノーミスでいきたいところではあるんですよで正当可能性の中の問題もストックオプションの問題なんですけれどもでこれもまま取れるんですよ なので、実質正当可能性、こが9台あるというふうに考えてもらって構わないので、あのー、10分の7だとですね、正直ちょっとですね、えー、理論に関しては出来が良くないと思ってください、えー。10分の8は取りたいですね、最低でも10分の8は取りたい。えー、なので、ストック補償の問題ね、ねこれ、正当可能性、注意してるんですけども、まあ、実質正当可能性はこのようなですねイメージを持っていいかなと思います。で、ちょっとですね、ボーダーの方を見ていくと。 えー、個別計算は正当可能性「高が6正当可能性「中」が5「低」が1なんですが、えー、これですね正当可能性「高でもですね結構「中」よりの「高が多かったりだとか正当可能性「中」でもですね「低」よりの「中」ってのが入っているのであのー、実際もう少しですね正当可能性中とが「中」と「低」がまあもう1台ずつぐらい多くて「高が2台ぐらい減るようなイメージでも構わないですそういう捉え方でも構わないので、まあ、通常正当可能性「高であればですね1ミスぐらいの「えー 点数を取りたいんですけども今日に関しては正当可能性こでも、まあ、12分の、えーまあ、6が正当可能性こうなのでごめんなさいね6分の4から3ぐらいの出来で、えー、仕方がなかったのかなと思います。ねはい、で正当可能性中に関しては、まあ、あ3台は難しいかもしれませんが2台ぐらい行きたかったかなというそんなイメージで、まあ、トータルですね個別の計算はですね半分ですね12台中6台取れれば OK っていうような形で、まあ、ボーダーをですね計算しています。 相互、はい、問題ですね総合問題に関しては正当可能性高の問題は必ず得点が必要低の問題は無視して構わないというところなので、まあ、点数としては、えー、3カ所かける4点の12点を取りたかったと、はい、そして理論に関してはこれちょっと甘めにつけてますね正当可能性、えー、高の8台のうち、えー、7台を取ればいいという計算になりますけれどもあの、まあ、ここに関してはですね、まあ、正直プラスアルファでもう1台欲しいところではあるんですよね。はいえーまあ、10分ののってのが まあ実質合格ラインという風に考えてくださいちょっとここに関しては甘めにいっているんではいまあ,あの上の個別計算が若干厳しめにつけているというところの調整だと思ってくださいでそうするとですね計算としては、まあ、116点から124点ですけれどもまあ6割ぐらいというところがですね、えー、まあ、財務関係のボーダーに落ち着くんじゃないのかなと予測しておりますはい、えー、ただまあこれはね当日のですね速報値に過ぎないのでまたです、ねえー、後日ね 1>, えーまあ、1週間後にまた、ね、例年通り担当の分析会がです、ね、実施されますので、えーまあ、それまでの中で,です、ね、私も受講生さんとです、ね、いろいろとお話をさせていただきまた、ね、もう一度分析をかけてみて、えーまあ、ボーダーのです、ね、補正なんかは少ししていきたいと思いますので、まあ、一応です、ね、当日の速報ボーダーとしては財務会計論は、まあ、6割120点程度をです、ね、取っていく必要はあったのかなと思います。はい、なので、まあ、前回に比べるとだいぶです、ね、あのボーダーは、えー、落ちますけれども、まあ、前回もです、ね、私は、まあ、当日の速報は140ぐらいと言っていたんですが 一、えー、週間後の分析会ではですね、ボーダー一ポイントというかね、八、えー、点、えー、プラスにですね、えー、乗っけて、えー、速報会、えー、ごめんなさい、分析会のボーダーは百四十八点ぐらいでですね、あのちょっと補正をさせていただいたので、だからまあ実際ねこのボーダーがちょっとブレるっていうことはですね、往々にしてあり得るんだと思ってください。まああくまでも目安という思っていただければと思います。はい。まあちょっとね個別の計算で。 例えば株式店もね、共通支配下の株式店が出題されていたりだとか、まあ収益認識もですね契約変更なんかがありますけれども、ちょっとあれもね応用バージョンの契約変更なので、若干解きにくい節があったりだとかですね、えーまあと現金預金のね、小口現金の問題なんか難しかったので、あのなかなかですね、個別の計算はあの難度がね、高い問題が多かったんじゃないのかなと思います。なので、まあこれですね、ここ先の傾向として、 まあ個別の計算っていうのは前回よりは難しいですけれども、まあ、前回が優しかったんでね、あのー、ただここ最近の傾向は踏襲してるかなと思うんですよ。ねえー で傾向が、ね、少し変わったのは、まあ、総合問題が、ね、少し難しくなったというこの部分ですかねただ総合問題もですね多分見たことがないようなあの取引がですね出題されたのですね面食らった方も多いと思いますがただ初めの3代っいうのは全く関係がないですね、えー、その前は研究ガス部門のですね、えー、子会社から親会社へのです、ねえー、移転っていう、まあ、そういう、ね、取引だったんですけれどもそれ以外に関してはめちゃくちゃ簡単なわけですから初めのまあ問題23、24、25二十五とか絶対に取らなければいけない。 ねまあ、後半は完全に無視できる。で、ねまあ、相互問題が少し、まあ、難しくなったという点がですねちょっと傾向の異なるというところで、えー、理論に関しては、まあ、前回前々回と同様ですね、えー、むしろですね優しくなっているというようなですねイメージですかね、まあ、前回がもう本当にね担当の中でも、えー、新試験になってから一番簡単じゃないのかなということをですねあのこの当日の分析会で速報動画でお伝えさせていただいたんですけどもまあまあそれと同じかもしくはそれよりも簡単かもしれません。ただ完全な埋没が1台あるのであのここは、ね えー、連結の範囲ですねだからそういった意味でですね あのまあ一番簡単とは言えないかもしれませんがそれ以外の9台っていうことを考えた時には一つ一つの足レベルでいくとですね非常にあの簡単なんですよ要はうーんって悩ましい足がほぼないんですね他の問題っていうのはねまあ1手挙げるとするとそのストックオプションのないところであの、まあ、ちょっと引っ掛けがあったりだとかですね悩ましい足があったりだとかするんですけれどもまあ他のですね、えー、正当化の性いの8台に関しては選択肢レベルで見てもですね悩ましい選択肢っていうのはほぼなかったのかなとは思いますのではい理論でまあ少なくともまあこれ悪くても 56点悪くてもねまあこれですね悪くても56点まあ通常64点は取りたいところだと思ってくださいはいまあ取れる人は、まあ、実力でですよ実力で72はいけると思うんですよ取れる人はつまり正当化成定の連結の範囲の問題以外はあの順当に実力で要は管理に頼らずに取れるような問題だったと思ってくださいはい えー、ということで、まあ、いつも通りですね、えー、個別の解説の方をですね、えー、させていただきます。各問題ごとの、ね、解説に入っていきたいと思います。はい、えー、一応、解説順序はですね、もう頭からですね、解説をさせていただき、理論に関しては誤った足を中心にです、計算に関してもね、時間の兼ね合いがありますので、あの詳細解説だったりとかね、理論的な背景を説明している時間が、ね、ないので、またそれは後日の分析会であったりだとか、まああの、担当のですね、えー、過去問題集の解説のところでですね、えー、お話をさせていただきたいと思いますので、まあ、今日は解答までのアプローチ どうやっ度ですね。あの回答を出したらいいのか、っていうところを中心にお話をさせていただきます。はい、それで行きます。問題1ですね。財務関係の役割に関する問題でま誤、あ、っている部分も黄色で、あらかじめマーキングしております。はい。い、え、い、ー e、ですね。今、e、こういった新型コロナウイルス感染症に関する情報とか、まあ、別に新型コロナウイルスとかってのはね。正直、あのまあ、どうでも、えー、いいわけですけれども。 まあ、あの企業の財政状態、経営先及びキャッシュフローの状況に関する適正な判断を行うために必要と解される場合だっても、えー、中期として解示を求める感染症に関する会計基準が存在していないことから解示する必要はないとありますけれども、まあ、そんなことはございませんよと、ねはいえーまあ、その会計基準が存在していなかったとしても、ね、この企業の財政状態、経営先キャッシュフローの状況に関するです、ねえー、重大な事故があればそれはです、ね、中期として、えーまあ、注意を促していく必要がありますよということでいわばつになります。はい で、えー、次、A ですね。A、まあ、これも利益情報はですね将来キャッシュローの予測には用いられないとありますけども、もそんなことはないですよね。えー、利益情報は将来キャッシュローの予測に用いられるっていう、ね、話はもう散々してると思いますので。はいということで、えー e、と絵が間違っていますので、あと、うがまるで2が回答になります。はい、まあ、これも絶対に正解が必要ですよね。まあ、ひねりは何もありません。はいでは続いていきます。 次が、えー、問題の2ですね、まあ、財務省の擁護、様式、作成法に関する規則で、えー、示されている、擁護の定義に関する次の事項の地とありますけれども、いきますね、間違っているところ、えー、まず関連当事者、近、え、親、ーまあ、者は含まれないと、まあ、役員とか主要株主は含まれるけれども、それらの近親者は含まれないとありますけども、近親者は含まれますよね、これも関連当事者のところでやっています、はい2親い以内みたいな、ですね、あのー、そういうところまで見ていますので、まあ、ここは大丈夫でしょうということで、ツです。 で、イは丸で、ウではすねウ、その他、有価証券の定義ですけれどもその他、有価証券って売買目的、満期目的、子会社会株式、関連会社株式以外のものをですね、まえー、その他、有価証券と呼んでいきますので市場価格のない有価証券以外の有価証券というこの部分があ不要なんですだから定義としては間違っていますよと。はい、で、絵もね、普通に合っていますので、はい、あと、うが×なので、いと、えが丸で、えー、5番が正解になります。はい。 では続いていきます。次が問題3で、えー、現金預金、まあ、これ難しいですね、あのー、これですね、一応、正当化のせ中にはしているんですが、まあ、手でもいいぐらいなのかなと思います。はい、まあ、結構難しいですね、で問われているのは、えー、BS の現金の金額が問われていまして、まあ、この会社はですね、小口現金に関しても BS 上現金として計上している、まあ普通そうなんですけどね、はい、で、帳、え、簿、ー、上のですね、現金と小口現金を合算していきます。はい、ですか。 ただ、まあ、この小口現金勘定残高15万のところにはですね、えーまあ、この小口現金水奨帳にかかるですね、えーまあ、今、黄色でマークをされている部分のお金額が、まあ、基本、反映されていないということなので、まあ、これを反映していきましょうということですねで、えー、まず支払いに関してですね、えーまあ、これらを合計すると8万9500なんですね。 で8万9500ですね、小口現金勘定の金額を減らしてあげますけれども、5000に関しては、これはですね、まあ、プラスをしてあげなければいけないと。はい,いですか で、このプラス5000の指示,指示というのは5のカッコの1番、こ,こですかね、えー。3月28日に交通費の借り払い生産で従業員から5000円を受け取るべきところ1万円札を受け取っていたので、まあ、5000円返しましたって。で、これがここに反映されているわけですよね。はい、だからまあこれは考慮したことになりますよ。そしてカッコの2番ですね、えー。自販機の釣り専用として月商に大金庫から7500を移し、借り払い金として処理していると。で自動販売機には売り上げを含む現金が9500入っていたため、小口現金を保管保している金庫へ受け入れたが、小口現金推套帳の書類は 処理でしたよとでなお、大金庫に保管している現金は現金勘定で処理されているということなので、まずこの大金庫に保管している現金ですね、えー、これ7500を移しましたと、ね、で仮払い金として、えー、処理されているということは、この7500ですね、えーまあ、大金庫から自販機のですね、えー、中にまあ移したわけですけれども、もう仮払い金処理されているわけですから、つまり現金勘定で、えー 大金庫に保管している現金が処理されていて、でこの7500減りましたよっていうのが、借り払い金処理されてるってことは、この現金勘定365万8000の中から、ですね中には、えー、これを7500マイナスされてるっていうことが、もうすでにですねあの反映されてるわけですね。借り払い金として処理されてるってことは、借り方、借払い金、貸し方、現金の処理をしてるっていうことですからね。はいだから、この7500を考慮する必要はもうないんですね、回答上、あのこの中にマイナス7500がですね入っているわけですからね、マイナス7500は。 はい、なのでここで処理が必要になってくるのはこの自販機に現金が9500入っていましたっていうこの9500がまあ未処理だったのでこの9500をプラスしてあげる必要がありますよと、はいすよね、この9500をプラスしてあげる必要があるとそして、えー、最後ですね売り書金の回収による小切手1万2000まを、あ、誤って小口現金水奨帳の残高に含めて、えー、しまったということなので、まあ、この15万の中には えー、売り書き金を、ねえー、小切手で回収した部分が含まれていると。でただ、この小切手を売り出した得意先が、まあ、あ不当たりとなって銀行取引停止処分だったので、まあ、これ破産構成債権になるわけですよね。だから現金のところでは処理はしないということですよね。はい、えー、したがって、えー、ここマイナス1万2000ですね。マイナス1万2000の処理をする必要がありますよ。はいですから。 今マークを入れたところを全部ですね考慮していくと365万8万八千プラス15万プラ、え、ス、ー、5000マイナス8万9500プラス9500のマイナス1万2000、ねはい、これであの回答が2番と出てくるはずですね2番と出てきます。はいですかね。 とということで、まあ、こでまれ結構難しいですよ、結構だいぶ難しいので、まあ、セあト可能の設手でも良かったのかなとは思っておりますが、まあ、一応、まあ、現金の範囲で、えーまあ、中途をさせていただきました。はいでは、続いていきます、次が固定資産の中でも、投資その他の資産として、えー、計上される金額の合計額ということですね。はい、えー まあこれはなんとか正解していきたいところですね。A 社株式がえーこれえー25%保有しているので関連会社株式ということは取得減価評価をしていきますからこの期末の時間は1株1400、これデータとしてあの関係がないですね。なのでえ1000円で2000株1300円で3000株1500円で2000株、ねえー、取得減価の累積で890万 A 社株式890万ね関連会社株式はえ投資その他の3ですね。はい、で次、B 社株式政策保有目的になりますのでえその他ですよね。その他 でその他あを、まあ、2,000かける2万株で取得してるんですけども、まあ、期末の時価が1,500億になるので、えー、その他床証券時価評価ですよね時価評価しますので、えー、この3,000万、ね、でその他床証券で株式の場合はこれは投資その他の資産に区分していきますからね。 でまあ厄介によってね1年に売却することが決定されているということですが、まあ、あ別に売買目的に変更しているというわけではありませんのでね、まあ、そのまま、えー、その他として投資その他のさんに、えー、区分していきます。はいで、えー、C 社株式はですね子会社株式なんですけれども、当期末に減損しているんですね、減損していますので、はいだからこのえー も3000株、4000株、2000株,株、すみません、3000株、4000株、2000株を1株500で評価をすると450万になります。9000株を減損してるからね、期末の時間で評価すると450万と、はいで。あとは D 社株式は外貨建てのです、ね、株式で政策目的なのでそのというか証券で、期末の時間に CR をかけてあげると1274万になりますので、これら全部合算してあげると回答としては4番ですね。 五千六百十四万になりますと、はい、四万になります。まあここはですね、えー、なんとか正解してもらいたかったかなと思います。 では続いていきます。次が問題5。まあ、ここもですね、あの蓋を開けてみれば難しくないんですけれども、やっぱりよくわからない指示が多いので、あのまあ、ここは間違えてしまってもしょうがないのかなと思うんですよで。中にはね、諦めてしまった方もいると思うんですよ。要は税特別措置ょなんじゃらかんじゃらとかですね、いろんな指示があるので、<laughs> あれって思った方も多いと思いますけれども、まあ、素直にやってもらえればそれでよかったという問題ですね。はい、えー、まず、機械 A ですね、これ、直接原価公式の圧縮署をですね、施していますので、購入価格5万で補助金3万受け入れていますので、5万から3万引いて、えー、取得 価格を2万とししてて計算していきますで機械装置へのですね対応年数ですけれども、まあ、税法の対応年数が10年で会計上の対応年数が5年で理論的にはね基本会計の対応年数を使っていくということですから、はいまあ、この5年でですね定額で減価償却をすると、冬、ま、期、あ、末に残っているでボカ、ね、が4000になります。まあ、あの取得してから4年経過してるんでね残り1年でというところになりますね、冬期末現在。これはい でえー、2番の資料からはですね、まあ、土地 B が収容されてで、まあ、建物 C を買いましたっていうその建物 C に関しては結局7万で取得していてなんかいろいろありますけれども結局ね積立基本式の圧縮基調をしているっていうことですね積立基本式の圧縮基調っていうことは建物 C の取得権価は7万で据え置きなんですよねだから7万で据え置きで対応な数20年残存ゼロ低額で消却を行うと残る金額というのは5万9500になりますので、まあ、5万 9500+4000 で6万3500で3番になります。 はいねまあ、ここもですね、まあ、正解してもらいたいんだけれども、まあ、ちょっとね、ごちゃごちゃと指示があって、なかなか、あのー、解きにくかった問題ではあります。はい、ではついてきます問題6ですね、問題6は、くるのぶしさん、えー、これはですね、過去物の焼き直しですね、はいまあ、見慣れたようなです、ね、形式で、既視感のある方もいらっしゃったと思いますけれども、く、え、る、ーまあのぶしさんの、ね、金額を計算しましょうということで、はいえー、まず株式交付費が6000円。えー あるわけです。けれどもまあ、株式交付金のうち6000ですね。8400のうち6000えー、まあ、これが普通に企業規模拡大のための資金調達を目的とした株式のですね。交付に関する支出になりますので、えー、まあ、これの当期末残高が5500なんです。ただ、えー、株式交付金の残額はですね。これ当期のま第3期。 に実施した株式の分割にかかる支出で株式分割にかかる支出って株式、えー、交付費として繰延別産計上しちゃダメなんですよねだからこれ繰延の別産契約しちゃいけませんよ全額費用処理ですよと、ね、はいだって株式交付費から BS に計上される金額っていうのはこの第3ごめんなさい、えー、バ ×3 年の第4四半期種の株式交付に関するまあ要は企業規模拡大のための資金調達目的とした株式交付に関する支出部分のまあえー 第4試機種ですから3ヶ月分だけ消却した残り5500これが3番の資料から BS に計上される栗延さんで4番の資料は開発費ですね開発費に関してはあのー、製品の著しい改良ってありますので、まあ、これ研究開発費ですからね費用処理ですから栗延さん計上されませんでカッコの2番の8400が栗延さん計上されますのでその等期末段高が7140、はい、で社債発行費に関しては、まあ、×1 年度の機種に社債を発行した際に 生じたものであり、でまあ、当期のですね、これも第三四半期種に半額を返れ焼却しているんですね。まあ、返れ焼却ですね。で、この半分部分というのは結局資金調査の効果がもう認められなくなったっていうふうに考えられますので、一発で特別損失に費用計上していくわけですよね。だから、この半分の部分は完全にもう繰延資産としては計上されないので無視をしてね。 等期末、いわば罰3年度期末の残った半分の残高が480になりますよということですね。はい、一発特別損失計上ということなんで、まあ、ここはね、正解が必要ですかね。5500+7140+480 で、えー、合計が1万3120の2番となります。はいまあ、これはオーソドックスな問題ですよね。はい、そんなひねりもないので、まあ、総合的な知識は問われますけれどもね、正当が難しいという問題ではなかったかなと思います。はい、それでは続いていきます。資産除去債務ですね。 資産除はですね罰でう、ね、ね利息費用が営業外費用に計上されてありますが、これ罰で利息費用は、ですね、えー、この有形コテスの原価償却と同じ区分に、えー、含めて計上するということですからね。はい、では、ですね使っていく割引率が逆で、えー、キャッシュローが増加する場合は、増加する場合はこ,こです、ね、失礼しました、負債計上場時の割引率とありますが、これ罰で増加する場合は、見積もり変更時の会計、えー、割引率を使うで。減少する場合は、これが 負債計上時の割引率を適用するので、正しいですね、えー、割引率というのは、増加する場合、見積もり変更時の割引率、減少する場合、負債計上時の割引率ということですからね。はい、だからは、えわバツとなります。これも絶対に正解が必要です。はい、次、えー、問題8ですね、はい まあこれはですね、まあ、ちょっとテキストなんかに載っていなかったので、えー、これは戸惑った方が多いかもしれませんけれども問われているのが資本金の変動額です。でこれ進化学校と自己株式の処分を同時に行うケースなんですが自己株式のです、ねえー、処分によってこれ処分差損がです、ね、70出るんですね、70出ます。進化学校に関する増加資本ってこれ30なんですよ。 でも処分砂損が70出るんで同時発行のケースっていうのは結局新株発行の払い込みから発生する資本から処分砂損の部分を引いていくんですよねでこれ処分砂損を引くとえこ、ー、こですね30からマイナス70引くと結局新株発行に関する払い込みってマイナス40になってしまうんで資本が40減少するんですだからまあ仕分けで言うと、まあ、下に書くと現金が これ100でですねで、要は自己株式をです、ね、140十処分するので40の資本が減るんですがこういう仕分けになるんですね40の資本が減るんですけれどもこれってね、あのー、資本剰余金なんですよ。あその足しの助金なんですねこれっていうのは。と、はい、いうことは資本金自体は特に変動しないのでこれ変化なしなんですね。はい。 新株発行に伴う払い込み金額をです、ね、上回る自己株式処分損が発生するケースという、まあ、論点で一応あるにはあるんですけども、まあ、ちょっとねテキストに載っていない論点ではあったので、まあ、一応正当化の際は中になりましたで、まあ、16で悩むと思うんですねだからまあ1まで162択で悩まれた方はまあなんとかここまでの内容に関しての理解っていうことはですねあの別に悪くはないというところだとは思いますはい。 では続いていきます。問題9 えー、問題9は SS のですね株の資本以外の項目に関する表示方法について、えーこれね、株の資本以外の項目については当件動額を準額で表示しなければいけないとありますけどもでこれしなければならないわけじゃなくて原則は準額で容認としてですねあの株の資本と同じようにですね変動中ごとにですね詳しくあの明細を記していくということができましたので、まあ、このしなければならないというのがバずですね容認もありますよと。 ということと、えー、はですね。え、は典型的なものですよね。えー、棚卸さんは流動資産に属するものとするが、棚卸さんのうち工場在庫品として保有するもの、もしくは余剰品として長期間にわたって所有するものは、固定資産に含めて表示するとありますが、これ違いますよね。えー、工場在庫品であっても余剰品であってもですね、棚卸さんは流動ですね。はい。それで、棚卸さんはかなであっても流動ですよということで、えが×になります。はい。次、問題中、キャッシュフローですね。キャッシュフローに関しては、 直接おで作成する場合の商品の仕入れによる支出と、あと、この、ね、丸の今、正直、私は初め何言ってるのかよく分からなかったんですが、一瞬ですね、あの間接節で作成するとした場合における営業活動によるキャッシュローの部分で、加算される項目として表示される金額のうち最大のものと、えー、いうことで、なかなか珍しい出題なのかなとは思いますが、えー、まず、直接おで作成する場合における商品の仕入れ支出の金額は、ちょっと板書ですね、示しますね、はい、まあ、こんな感じですかね。えー、改革金 前渡し金をセットで考えるとやりっていうのは改革金のマイナスっていうふうに捉えることができますのでそれをセットで考えていくと、えーまあ、125,880が商品の仕入れによる支出になりますよこれ分けるとなかなか解けないんでね売り金と前受け金改革金と前渡し金っていうのはセットで分析すると非常にやりやすいんですね。 えー、前足し金は買いかけ金のマイナス、売り金、えー、ごめんなさい、前置金は売りかけ金のマイナスといううに考えるといいでしょう。ねだってね、買いかけ金でお金払わなければいけないんだけども、もう払っちゃってるものですからね、払っちゃってるものなので、あのまあ、あの感情がセットなんで、買いかけ金プラス前足金って書いてありますけども、考え方としては、買いかけ金のマイナスを前足金という,ふうに考えていくと。はい、あとは商品感情分析して 売上原価から逆算して当期の仕入れをですね、えー、考えていくと当期仕入れが12万6670なのでそれが買いかけ金の増加というふうに考えていくと差額で12万5880が出てくると、はい、これが商品の仕入れによる支出になりますであとはですね、えー、丸の二番でその加算される項目として表示される金額のうち最大のものとありますのではい えー、これはまあ、承欄より上の支払い利息が加算される項目として表示される金額のうち最大のものになりますので、はい、支払い利息はですね、PL の金額がそのまま記載されますからね、はい810、これが加算される項目として最大のものになります。すね、小計欄より下もですね、この問題対象になりますけども、承継欄より下は、実際の、ね、利息の支払い額とか、利息の、ね、配当とか、利息の受け取り額が記載されて。 はいまあ、受け取り額っていうのはそもそも、ね、受け取り率が240ですから加算される項目として最大になり得ないわけですよね、はい、で支払い額の方はですね承継内の下っていうのはマイナスの大きさになりますからねだから利息の支払額も、えー、マイナスっていうことは加算されませんからね。だからあ 回答として計算する必要は全くなく。ということは小、省計欄いるのえのーまあ、支払い利息、受け取り利息あたりをですね、えー、見ると、まあ、受け取り利息よりも支払い利息の方が大きい。で受け取り利息は省計欄いるだとマイナスになりますからね。小欄より上だとねで支払い利息は省計欄より上だとプラスになりますから、加算される項目として最大のものがこの PL の支払い利息、これが省計欄より上に、えー、調整項目としてね、えー、計上されますよということです。はいで,すか、ね、では続いていきます。問題11ですね。 問題11はこれ認められている方法の組み合わせとして最も適切なものを選びましょうということですから処理、はいえー、として認められているものはですねこれあとは認められています。 まあアはですね、一応理論のレジュメに入っています、いは自家ヘッジのことで認められているんですが、うはですね、これ、転写型以外の新株予約権付き社債を一括送で区分して処理するってありますが、一括送が認められるのは転写型だけなんでうは認められていませんということと、えはあのー、その他から満期に振り返るとありますが、満期って、ね、どっかからですね振り返ることって絶対できないわけですよ、ねはい、だからえは認められていないということで、あといが丸になります、はいまあ、認められている方法ですね認められている方法があといです。はい じゃあ続いていきます。まあ、理論で一応、正当化のせ中にはしているんですが、あのーまあ、別に正解はできるかなという、そんなものになります。A、えー、がちょっと引っかけですかね、ストックオプション浮揚し、これに応じて、えー、企業が従業員から取得するサービスに対して計上する費用総額は、ストックオプションの付与日の公正な評価額によって計算するが、その後、ストックオプションにかかる条件変更が行われた場合を除き、見直されることはないとあります。で、これ、見直されることはないのは、公正な評価単価ですね。で、公正な評価額っていうのは、これ、単価×数量ですからね。 単価数量で。で構成の評価単価単はは確かに見直されることはありませんよ、はい、でも数量っていうのは毎期退職の執行見込みをですね、皆さん計算し直してると思うんですよ見積もり直してると思うんですよね、はい、ですから見直されることはないってありますけどもこれツですね数量の方は見直してるんですよと、ね、だから結局まあ公正な評価額が別に費用総額が計上されますのでねえ費用総額って毎期毎期ね退職の執行見込みが 変動すれば費用総額だって動きますよね。はいということで「あ」は×になります。で「い、e」がですねまあこの「正し書き」以降は若干、まあ、見たことないと思いますがそれより前はまあ完全に「丸なんですね。はい でウですね、うが×になります。新たな条件のストックオプションの付与と引き換えに、当初付与したストックオプションを取り消す場合には、実質的に当初付与したストックオプションの条件変更と同じ経済的実態を有すると考えられるとしても、えー、ストックオプションの条件変更と見なして会計処理を行うことはできないとありますが、まあ、これみ見なして会計処理を行うことができますよということなので、うは×です。はい、で、えは、まあ、よくある話なんでね、えが絶対に丸になりますということで。 はい、まあいいのをね正しき以降が若干読みにくいかもしれませんけれどもまあ他の選択肢はですねなんとかいけるとは思うんですただまあ「う」もね知らないよっていう方もいたと思いますので確実に分かるところって後へなんですねだからまあそこからね、えー、正解そして選択肢の絞り込みっていうものができればよかったかなと思います、はい、では続いていきます問題13問題13リースで論点としては、えー、残価保証ですね残価保証が論点となりますはい で、リースに関しては、まずリース資産とリースサムの計上価格ですね。え、これ残価保証額を、リース料総額に含めてね、割引減税価値を計算すると、これ1万1604になります。で、見積もり現金購入価格が1万2000なので、いずれか低い方がリース資産、リースサムの計上価格なので、リース資産、リースサムの計上価格は1万1604になります。はい。すかね。まあ、繰り返しになりますけども、この残価保証額2000はリース料にね、含めて計算しますね。最終年度のね、リース料に含めて計算していきます。 で、これリースしたとリース債務の計上価格で、まあ、これを別にね、あの、2年後の期末のリース債務を計算すると、えー、これが8,094かなと。8,094になります。はい。で、減価消却ですね。減価消却は、残価保証の場合っていうのは、この残価保証額2000を残存価格として計算するんで、これをマイナス2000として、 9604、ね、を、えー、要消却額として減価償却していきます。これで、えー、リスク期間5年なので9604ある5年で計算を、えー、していくと。ですかね。はい、これで減価償却を計算して問われているのが減、まあ、価償却累計額の金額ですからね。累計額の金額ですから、はいまあ、2年経過してるんで。 2年で3842になりますので回答は3番ですねはいまあここは特にひねりはないかなと思いますので必ずね、まあ、正解が必要だと思ってください、はい、では問題14問題14は退職給付で、えー、退職給付ですね複数の退職給付制度を採用している場合にまあ、要は相殺できるっていう旨の選択肢が「い」いなんですけどもこれ相殺できないですよねはい×ですね でウ、退職給付見込み額の見積もりにおいて、えー、見込まれる退職給付の変動要因には将来の予想される昇給は含まれてありますけども予想される昇給を含みますからウ、うはばつこれはもう絶対に正解しなければいけませんね、超典型ですね。はい、では次いきます、問題15問題15は退職給付の計算で一応ですね、普段私の講義で、えー、紹介している下書き4つの勘定の下書きをつけましたが、あのー、これ、別に年金算と退職給さんもこれ、下書きいらないですね、正直いらないです。だから実質必要となるですね、下書きは、まあ、一応これ、パッと、ね、写して。 もし映される方はちょっと動画停止して映、ね、してもらいたいんですけども必要となる下書きはこの退職給付、えー、金で、まあ、何なら別にこの下書きを書く必要もないぐらいの問題ではあります。取れているのは、まあ、退職給付と退職給付金の金額になりますが、えー、まず前期にですね前期末、まあ、イコール当期種に180の不利債が発生していると。はい でこれは前期末イコ期種の金額で,でこの数理計算所の際は前期に発生したものです。でまあ、今日の問題のポイントってのはこの数理計算所の際が八線度の翌期から費用処理されるってここですかね。はい、から、まあ、この180は当期から費用処理されますよということで当期から10年で費用処理されるので。 退職、はいえー、給付費用に加算される数理計算上の際の費用処理額が、まあ、この18ですねで、過去勤務費用が当期に125ですね、これも不利債として発生されます、まあ、過去勤務費用は搾先度の翌日から費用処理するというです、ねえー、4人がないので、もう当期からですね、無を言わさずに費用処理を開始していきます、でこれが15年にわたって費用処理するので、えーまあ、これ、は数出ちゃいますけれども、年間8ずつ費用処理をしていきます、でそれを加味すると、退職費用は274。 この274を引き当て金に持っていくと引き当て金のは、えー、まあ掛金教室なんかも考慮しますけども394になります。はい。ですかね。で、えー、退職給表が274退職費引き当金が394で274、27 394で回答が、まあ、6ですかね。6になります。はい。まあ、当期に数理計算所の際が発生するとかっていう資料の6番とかありますけれども。 あのー、まあこんなのですね、破線道路の横から表処理するわけですから、これを考える必要は全くないですからね、ダミデータだと思ってください。ね、数理計算上の際は破線道路の横から表処理しますから。はいということで、回答は6番です。まあこれも絶対に正解が必要な問題だと思ってください。はいそして次ですね、問題16、えー、収益認識、まあ、これちょっと難しいですね、えー、難しいですし、この契約の範囲に関しては、えー、講義で扱っている内容をですね、超えていますので、うーん。 まあなんとかねこう考えながらできなくはないんですけど一応もうね政党からせい中とさせていただきましたが政党からせいでも別にあのここはいいかなと思いますこの部分はどちらかというと政党からせいでもいいかなと思いますはいただ選択肢を絞ることはできるんでねそういうところからですねえー、なんとかこう政党の確率を上げていってほしかったかなと思うんですよで、まあ、製品 XYZ とあと P があるんですけどもまず P が完全に別物として考えることができます。だから P からいきましょうかね製品 P500 個を土砂に引き渡すってあります。で製品 P の対価が5000なんですね。 でこの製品 P の引き渡し時に計上される売上げの金額というものがです、ね、問われているわけですけれども、えー、契約ナン、no. バー102-1というのは、値引きがです、ねえー、見込まれていると。で値引きの見込みを最新、ね、帳で,です、ね、計算するということなので、最新帳で計算すると、この70%の確率を持った20%値引きというのが最新、ねえー、帳で採用される値引き額になりますので、まあ、変動対価ですよね。えーなので えー、5,000から値引きの20%を差し引くと結局、まあ、売り上げの金額というのは4,000になるということですねはいここは簡単なんですよなので選択肢としてこの2四に絞ることはできるんですねですか,から1356は消していかなければいけないとそこまでできればあとは2分の1でまあちょっと運の要素もありますけどもえー まあそこにですねかけていくようなイメージにはなります。はい。でもう一つですねナンバー百一の一なんですが、まあこれ契約変更で初めですね、はい、X、Y をセットで売りますよと。で、X がですね、はい、これもう引き渡されたんですよ。 で、この XY セットの時にですね、まあ固定対価2000に加えて、製品 X の指標により増減の可能性がある変動対価100が契約に含まれているということで、この変動対価含めてね、契約を結ぶという契約変更の問題っていうのはですね、テキストにあるんだけども、後期ではもうこれやらなくてもいいよっていうことでですね、あの済まさせてもらいました。はい、なのでこれできなくてもしょうがないですよ。はい。だからまあ2100をですね、こう独立販売価格が単価11で全部同じなので、 独立販売価格が単価重視全部同じなのでね、まあ、2100を要は、X、とはに割り振っていきたいんですけどただですねこれ、えー、この変動対価の額はですね基本製品、X、に配分することが権利を得ると見込む対価の額を描写,すると描写すると判断されたんですね。だから2100を独立販売価格の比率で二分の一ずつつまりえー 1,050ず,10ずつ振りたいんだけども2,100のうちの変動代価の100は全部、X、に振っていけっていうことなので,ですかだから Y の方に配分される取引価格っていうのは2,050%の1,000なんですよ。ですか ?2,050% の1,000なんですね。でこっちが1,100っていうことになります2,100のうちですね。ですか この増額の可能性がある変動対価100はその X の方に、ね、配分していけって指示があるんでねはいでその後 Z を引き渡すですね、えー、契約を結んでるんですねはいで X はもう引き渡されてるんで今度 Y と Z をひとまとめにしていくっていうことになりますはい えー、Z をです、ねえー、引き渡す契約も済んだときにです、ね、400の増額をです、ね、契約上行っているので、えー、1000プラス400でこの YZ を引き渡す契約のです、ね、取引額合計がこ1400って考えていくんですね1400。で、独立販売価格が同じ1個当たり11なのでこの1400を Y と Z に分けてあげると、まあ、Y に700、Z に700とちょっとぐちゃぐちゃになっちゃいましたが。 Y に700、Z に700ですね。割り振られるので、えー、Y が引き渡されたときに、ね、この700の収益を認識していくということで、2番になりますね。はい。760円目が、すみません。これ700です。は、ね、はい。 から2100のうち 1100X で1000が Y でその Y をですね切り取ってこの Z とですね1セットにしていき、えー、Z のですね契約時に増額した400を加えて YZ 引き渡しのですねトータルで1400でこれを独立3倍価格の比率で分けていくんでね1対1で分けてあげると700ずつです、ねえー、Y と Z に取引額が配分されますそうすると Y がですね引き渡された時に700の売上げが計上されるということで回答は2番になります。はい まあただね、ここはもうさっき言ったみたくにとりあえず丸の2番の4000っていうところだけで,ですねあのなんとか求めてあとは2分の1でっていうのがですね、えー、まあ一番、まあ、スマートというかね、あのー、まあ試験対策上は有用だったのかなと思いますはい。では続いていきます次が問題17、えー、連結税効果,、えー、連結税効果あ間違いですねえー、これは 評価差額の、えー、実現ですね、評価差額の実現、その資産、これ、あの支配獲得時に自家評価の対象となっているです、ね、資産を企業グループ外部に売却した時の、えー、解消に関しては、国の税金負債は相手勘定とありますけれども、これ包丁ですよ、ね、法人税と助成額は相手勘定なので、罰になります。はいで A、はい 同一納税主体の場合はね、ね総裁する繰る延税金さん、く延税金負債なんですけれども、えー、連結の場合は異なる納税主体のですね、繰延税金さん、く延税金負債が出てきて、でそれをね、あの総裁してもいいよっていうですね記述になっていますが、異なる納税主体の繰る延税金さん、く延税金債は総裁してはいけないので、A× 圧になりますということで、えー、あと A が×になりますので、糸が丸ですかね、で4番、17、4、そうですね、はい、まあ、これも必ず正解が必要だと思ってください。 えー、そして問題18問題18はですねこれは共通社会科の株式店なんですよねでまあリギュラー講義ではやってないですねでフルマスターを取られてる方はフルマスターの中でやっているんですけどまあ基本的にはもうこれ埋没ですねもう無視して構わない問題です、まあ、一緒にね通常の株式店かと思いきや、えー、グループ内での株式店になっているんですね はい。でここもまあその本質的なというかねどういう取引なのかということは詳しくちょっと実家の金屋で解説はできないので、えー、まあ回答のアプローチだけね見ていきたいと思いますが一応ねちょっと図は書いたんですよ。はい。ちょっと下手ですみませんね。えー、今日のこの問題っていうのは、えー、A 社が B 社の80パーセ親会社で B 社の非株が売ますよねと。えー、これが他社ですかね他社。でその後株式店っていうことですね。 株式移転をして A 社と B 社が株式移転をして C 社を設立するとそうすると A 社と B 社は C 社の100%子会社になるわけですよねただ A 社ってのは B 社の子会社なんで子会社 B 社と親会社 A 社が株式移転するケースっていうのがこれ共通社会の株式移転になりますで今回問われてるのが連結の処理なんでね連結 BS を作成する場合における資本上金の額が問われてるんでもう個別の処理は無視して連結の観点だけで考えていくと連結の観点で考えていくとね結局 AB が C の100%子会社になるわけですよ、ね。で、連結の観点で考えていくとですね、この B の非株から B の20%をグループが取得するという取引になるんですねです。この B の非株からグループが20%、B の20%を取得するという取引になりますので、B の20%取得っていうふうに考えていくんです。ですこれグループの観点。で、ABC はもう同じなんですからね、同一なんですよ。すはい まあ、特にごめんなさい AC に関しては同じように考えていき、まあ、B もグループの間に入ってるんでただ、えー、株式、ねえー、移転で C が、ね、100%親会社になるわけですから B のねだからもともと B の20%持っていた非株から B の20%を買ってくるという取引これが連結上の取引になります。はい、で問われているのがですね、えー、連結 BS 上の 資本のの金額なので、まあ、まずはですね連結 BS にですね、えー、計上される払い込み資本の合計っていうのを求めていきますただす払い込み書の合計を求めるにあたり資本金の金額っていうのがまあ一応この親会社、ね、C 社の資本金の額を 連結上の資本金としななけければいけない、まあ、これ逆取得のパターンと同じですよね。で,すか、はい、で C 社がですか個別上6,000の資本金を計上するのでこの6,000っていうのが、ね、連結上の資本金のベースになってくると。で,すかでも問われているのが、まあ、この資本上金ですからね、はい、資本上金になりますよといで,ですか。っていくと。 まあ、6000がベースになると。ちょっとメモ入れていきますね。6000がベースになりますよ。でそこから今回ですね、えー、さっきも言った通り、この B 社の非株から、ね、B 社の20%を追加取得する取引って考えていくので、連結上。だから B 社の、ちょっとね、タイムテーブルじゃないけども、資本合計がこれ、6000ありますからね。6000のうちの20%を取得するというふうに考えていきますね。 はい、6,000の20%、これが1200ですよね。1200。ねはい、6,000の20%が1200になります。それ、いくらで買ってきたかというと、これね、1500で買ってきたということになるんですね。はい。1500で買ってきたことあります。で、これはですね、この C 社株式の時価がここにありますので、ですかまあ、実際ですね、この C 社が。 この時1500を洗ってですね取得するわけですからですか,かこの1500っていうのを取得原価というふうに考えていきます,、はい、すそうすると1200のものを1500で買ってきたということになるので差額300が資本上記のマイナスとなりますはい差額300が資本上記のマイナスとなりますよとですかでただ このプラス1500っていうのは今回の株式移転の取引によって外部に発行する株式なのでこれ払い込みッシになるんですよね。払い込みッシになりますよと。払い込みッシになりますよと。はい。そうすると。 まあ払い込み資本合計ってちょっと汚くて申し訳ないですけどもここになるんですよね。はい。これになりますよこれ払い込み4合計。で,で6000プラス1500のマイナス300で7200かな今。6000プラス1500マイナス300で7200と。 でこのね共通チェックの株式典で、ね、一つポイントなのはこの A 社が保有する B 社株式2400ですねこれ A 社が保有する B 社株式2400っていうのがですかこの C 社株式と交換されて C 社株式と交換されて自己株式を取得することになるんですよ。ですかこれポイントでね A 社が保有する B 社株式ってこれ C 社にですね株式移転ですからね この C 社に移転するわけですで。代わりに C 社株式を受け取るわけですけれども、ですか連結上、こいつ自己株式なわけですよね。ですか自己株式なわけですよ。だってまあ C 社が親会社だって、ね、連結の人を作るわけですから。ねはい、で、AB、ね、一体として処理するわけですから、まあ、一応子会社株式、する親会社株式みたいな形で自己株式になるわけですよね。はい だからこ2400というのは自己株式として変わるんですけれども、その自己株式として調整するときに資本・乗金経営で調整するんですね。だからこの分だけ資本・乗金が増加します。ですかまあ、ここも回答までのアプローチなんで、詳しい話はあの、まあ、あれかととフルマスターの講義とかで聞いてもらえればと思います。いいで,すかはい、ですよ、この、ね、自己株式になるので、この部分ですね、B 社株式を C 社にですね譲渡、えー、してというか、ね、交換で、えー、移転して、代わりに。 社株式もらうんだけどもこれ連結上ですねこの自己株式で連結上自己株式になるわけですからねはい連結上自己株式になりますのでこの2400が自己株式になりますただからこれっら資本貯金を経由して自己株式になるのではいだから自己株式の金額の調整を加えると払い込み処合計96009600ねでそっからこの6000は資本金になるわけですからね この6,000は資本金になるわけですからね。9600が払いコミッション合計で6000が資本金になるので残った3600が資本上金になるということですね。はい。ですかね。という取引になりますので、まあ、払いコミッション合計がこの個別の資本金に対る6000に、えー、今回の、ね、株式移転で B 社の非支配株主に交付する株式1500そこから資本上金300マイナスして自己株式の調整分で2400増えると9600そこから個別上の資本金を差し引くと3600になりますよということです。はいですかねまあ、ただねあの、まあ、講義ででもやってないですし えーまあそのね、可燃度制でフルマスターとか受けられている方はやったと思いますので、まあ、ただ、フルマスターの中でも,もう基本やらなくてもいいですよって言ってるんですよね、私はね、はい、だから、これは実質埋没なので、えー、気にする必要はないというそういう問題になります、はい、だから、基本的にもうその親子会社間のです、ね、株式移転って見た瞬間にはこれ見たことないなで飛ばすことができたかどうかというのがポイントですでは次いきます問題19で、えー、これが連結の範囲に関するです、ね、問題になります。 1>, でえー、め1、2、3はちょっと図を描いたので図をベースに見ていくとまず 1, です、ね、1の状況が、えー、B 社会社の議決権40%保有していてまた A 社、B 社の議決権の30%持っているただ B 社会社の議決権の15%持っているっていうことですね A 社が B 社の議決権の30%持っているのと同時に B 社会社の議決権の15%持っていると、はい、でこれ持ち合いですねで持ち合いの部分って議決権がないんですよと、はい、いうことは。ですか この議決権比率を、えー、計算するときにですね、すまあ、持ち愛用している15%をです、ねえー、差し引いて、えーまあ、100%-15% 分の、まあ、40%ですね。これが議決権比率、まあ、P 社の、ね、A 社に対する議決権比率なので、これを計算すると、まあ、47.6%とかになるんですね。 はい、でも50%は上回ってないんで結局 A 社も B 社もまあ子会社ではないですよってことですね取、まあ、れてるのはですね連結の範囲として連結会社の、ね、数を選べっていうことですからねはい47.6なので、えー、じゃあ A 社 B 社は子会社じゃないですよと連結の範囲には含まれませんとはいじゃあ続いていきます次が2番ですね2番 B 社は C 社の議決権の45%を保有し、えー、かつ C 社の役 会員に対して自社の役員等から派遣してその構成員の60%を占めているということは C 社の役介支配しているということですねはいでこの場合は40から50でプラスこういった役員なんかを派遣しているケースって子会社に該当するということなので C は子会社に該当します C は子会社に該当しますはいでただ D はまあただ子会社の関連会社っていうだけなので D は別に子会社に該当しないで連結の範囲には含めませんよと はいですかね、で次、えー、3番の方いきますよ3番は P は E 社の議決権60%保有かつ、えー、F の議決権の40%、ね、で E は F の議決権の15%かつ G の議決権の60%で F が G の議決権の40%を保有していると、ねはい、こういう状況でまずねこれ間接症への問題なんかでも見てると思いますのでどうですか この E と F は普通に連結の範囲ですよ。関、ね、節症でやってますよね。E と F は。でこの G をどうするかというところなんですが、まあ、一応 E と F 合わせて100%持っていると。でこの G のね、まあ、ここポイントですけども。けども G は P 社および E 社の主導のもとで生産手続きが進められているので継続企業とは認められないとありますので、まあ、継続企業とは認められません。でも継続企業とは認められなかったとしても、まあ、有効な支配従属関係があればこれ連結内に含めていくんですね。で、えー、まあこの問題ですね、あえて、ね、この P および E の主導のもとってありますのでこの場合有効な支配従属関係がです、ね、あの成立しているという風に考えていきます。はい ですから、この G も子会社というふうに考えていくんですね。はい。G も子会社って考えていきます。それ連結の範に含めていくということですね。で、ちょっともう図はないんですけども、4番いきますね。はい。えー、P 社特別目的会社である H 社の議決権の100%を保有していると。で、H 社は P 社から適正な価格で譲り受けた資産から生ずる収益を自らが発行する証券の保有者に享受させることを目的として設立されており、その事業者は当該目的に従って、えー、適切に遂行されているということで、これ、代表の講義だと、一番最後のね、 最終回から1個手前ぐらいのところでその他の論点というところであったと思うんですよ。ねまあ、特別目的会社とは何なのかという説明と一緒にね、えー、この話をしたと思いますのでこれは、えー、この要件を満たした場合はですね特別目的会社は子会社に該当しないということでしたよね。P 社から適切な価格で譲り受けた資産から生ずる収益を自らが発行する証券の保有者に享受させ,させることを目的として設立されており えー、でその目的遂行に従って適切に、ね、行われているという、ね、この2要件を満たしたものは子会社に該当しないということなので H は、えー、これは子会社には該当しませんということですね。で5番ですね。投資事業組合である愛社組合の業務執行の権限を30%有しておりかつ愛社への出資額総額の半分の額を拠出しているとあります。でこれれ連結の範囲と同じように考えていくんですけれども えーまあ、この業務執行の権限というのは議決権みたいなものです。議決権の30%を保有している場合でこの愛者への出資額の過半を大幅に超えるような出資を行っていいる場合出資ごめんなさ拒拒否否ですね室をしている場合はこの組合は、えー、子会社に該当するということなんですけれども今回はですね、えー、大幅に超えないわけですよね。出資額の総額の半分の額なので,でこの場合ですね 下半を大幅に超えるような、えー、額を拠出していれば愛車は子会社に該当するま連結の範囲に含まれるんですけれども、えー、そうじゃないから愛車は子会社に該当しない連結範囲に含まれないということですしたがって、えー、連結財務省における連結会社の数はですねまあ親会社 P 社入れるんではい PCEFG ですね PCEFG で5社5社で、えー、回答は3番になります はいまあ、でも難しいですからねあのこれに関しては、まあ、私もね講義の中でその、ね、連結の範囲に関して自分で、ね、判定できるようにみたいなです、ね、ことはお伝えはしてますけどもあのレジュメに書いてある内容は明らかに超越していますしまた量も多いですからここは完全に埋没ですねはい埋没になりますでは続いていきます問い20え現、ー、存ですね 共有資産の減損、まあこれは確実に正解をしなければいけません。でも書いたんですけれども、まず共有資産を含めてより大きな単位でグルーピングを行う方法で減損損失を認識、測定していくんですけれども、まあ、ということは、ですねまず通常の減損をするわけですよ。資産グループ A と B があるので、資産グループ A と B の減損をやっていきます。でえー、資産グループ B は兆候がないので、B は考えなくてもいいんですけれども、A に兆候があるので、減損手続きに進んでいきます。でそうすると、ですね円からですね減少がこれ25万920発生します。これが A からの減損です。 A のボカが75万で,で使用価値が49万。 49万9080これはこの資料の4番のキャッシュフローと、えー、年金原価係数から求めた金額です49万9080賞味売却価格が45万で、えーまあ、どちらか大きい方を回収可能価格と置いてきますので大きい方は使用価値の49万9080ですよねで墓価が75万なので差額とって25万920が A から生じる減損ですねはい、そしたら今度より大きな単位から発生する減損を求めていきますより大きな単位での墓価が175万で、まあ、それに対する回収可能価格が えー、123万はいなのでこの差額ですね175万と123万の差額、えー、52万が、えー、全体の、ね、減損になるわけですね全体の減損で今回取れてるのは共用資産に配分される減損損失なので,ですか、えー、全体の減損が52万 A 単体で25万920この差額っていうのは共用資産のせいで増加する減損損失なのでこの差額を求めていくと26万9080になりますはいですかねか26万9080を共用資産に配分してあげるということですねはい、まあ、これはごくごくオーソドックスなね普通の問題 かと思いますでは問題21この手の問題非常によく出ますよね担当式試験の超品質部分ですね、えー、連結包括歴計算書に計上されるその他の包括歴ね川町の金額として正しいものということなので、まあ、これ普通にねあのタイムテーブル書いて。 えー、金額を集計すればいいのでこれも絶対にね正解が必要なものになりますで在外子会社ですけれどもタイムテーブルね、あのーまあ、確かに国内子会社よりめんどくさいけれどもでもね年数も1年だけですからそんなに時間かからないはずなんですねでここからその他の包括利益の金額を拾ってくるのであの BS の川町じゃないですからねその他の包括利益ですから非株のものも含めてですからね非株のものも含めてですからはい5万6750とあとのれんから発生した 川町ここですね。はい、五六七五丸プラス五千七百で。六万二千四百五十六万二千四百五十。回答六番になります。これも絶対正解が必要ですね。B. S. の川町だと、ここから一一三五丸引いた金額なので。え三、ー、番にされた方はですね。あの、注意ですね。これは対借対照表に計上される川町の金額を求めていますけれども。これは、あの。その他の包括利益ですからね。 あくまでも、ね、包括力計算書に計上されるその他の包括力の金額になりますのであの3番は×となります。はい、では個別問題最後、まあ、理論問題22、まあ、これも簡単ですね。 えー、あはですね、これ、対価ミックスバージョンで、これはですね、私の講義では扱っていないですけど、でも、まあ、うとえが明らかに誤りで、まあ、そしていもですね、まあ、計算処理で丸という判断ができるので、まあが分からなくても、他の選択肢から確実に判断ができるということで、まあ、生徒カラスはこうです。はい、う、いきますね。取、え、得、ー、関連費用、取得権下に含める、連結上ですよ。連結上、取得権下に含める。はい、これ、×ですね。はいで、非、え、入、ー、連結認められてます。これ、×ですね。もうこれ、明らかに、えー、×ですから。 だから、まあ一応、あのね、対価ミックスバージョンがちょっとよくわからないとなってもですね。いとうが確実にバツ。で、いもですね。あの、これまあ、計算すれば、普通に丸だというですね、判断ができるので。はい、まあ、これも正当からさえこうかなというところです。はい、ええー、ここまでがね、理論を含めた個別の問題になります。で、えー、総合問題ですね、に入っていきます。で、総合問題、さっきお伝えした通り。 問題23、24、25は絶対に正解が必要なんですね。問題23、24、25は絶対必要で、ちょっとタイムテーブル書きましたと。いいで,すかで、えー、ちょっと23、24、25からいきますね。一応、このバズ3年の1月1日にね、この子会社 S 社から研究開発部門を受け入れたっていう、この取引があって、ここに関してはやっぱ難しいし、知らないので、もう完全に無視しなければいけないところなんですね。無視しなければいけないところ。 だからその前の段階で3つ必ず取っていく必要があるということで、えー、まず23が非株ですね、罰2年度の非支配株の下持ち分を求めましょうということで、まあ、追加取得してるんで、80万の20%、16万ですかね、十六万。はい、2番が回答。で次、罰2年度の利益剰余金ですね、えー、利益剰余金なので、えー 親会社 P 社の個別上の利益上金が ×2 年度だから、えー、×2 年度だから40万40万ですねであとはタイムテーブル矢印上とのれんの消却を加味していきますのでタイムテーブル矢印上が18万でのれんの消却マイナス1万5000これでいいかな40万プラス18万マイナス1万5000で56万5000で2番ですよね問題242、うん、番はい。 で、末2年度末の資産合計ですね、資産合計、これも連結の資産合計ですから、はい、いくと、まあ、小資産でしょう、S 社株式、これは投資図書の総裁証券で消えます。で、小資産、子会社 S 社のものが6 5万と、えー、研究開発事業部門ですね、これも子会社 S 社ですけれども、がっちゃんこしますからね、ですか。はい。 でそこにあとはのれんですねのれんを加えていけばいいので今こののれんを加味する前の合計が100万プラス100万の200万か200万ではい。そこからのれんの15万加えていくと215万そこから消却1万5000してますから215万から1万5000ののれん消却額を差し入れて213万5000の4番ですかね213万5000の4番となりますはいまあここまではマスト であとはもう正直気にしなくてもいいっていうところですね。はい、でその後の部分っていうのが、まあ、この研究開発部門を子、えー、会社 S から P が受け入れるというです、ね、取引になりますので、まあ、ここも軽く説明していくと子、えー、会社 S から P は研究開発部門を引き受けますよと。でその対価として、えー、P 社は P 株を1万株 S に渡すわけです。ただ S っていうのはその後ですね、えー、この受け取った P 株を P と非株に8000と2000株で分配しているということですね、配当していると。はいですねまあ、こういう取引をしましたよと。そこで、えー、まず問題26ですね。バツ3年度の P 社の個別 P 入れにおける抱き合わせ株式消滅債益ということですねですかで。この取引っていうのは結局、 S, S から研究開発部門をですね譲り受けているわけですよね。で、S から研究開発部門を譲り受けている。でも、まあこれ、子会社です、共通試合がですね、S から研究開発部門を引き受けているっていうところなので、この取引を見ると、結局、研究開発部門をまあ80%部分だけね、まあ、引き受けているような取引になるわけです。で,すかで、ちょ、ね、指示から。 ね、ちょっと下にあるんですけども分割にかかる抱き合わせ株式の適正な母貨のうち受け入れた資産と引き換えられたものとみなされる額の算定は関連する簿価の比率で安分する方法を採用したとで、まあ、つまりこれ何をねやってるのかっていうとまず研究開発部門35万ですね、えー、これあるんですけどもそれをまあ引き受けると。でえー もともとね、あのーまあ、自分の中ではなくて S 社の中に入っていたわけですけれども、ね、まあ、それを、ね、引き受けますよと。で、自分が持っていた株式っていうのが、えー、S 社株式ですよね。S 社株式、えー。これが、ごめんなさい、ここちょっとバズれちゃったんで分かりづらいんですが、すみません、60万持っていたわけですよね。あ60万の S 社株式を、 持っていてですかその S 社株式っていうものの一部が S の中に入ってる研究開発部門なわけですよねわかりますかこの S 社株式っていうのは P 社がですね S 社に対して投資をしている部分を示すわけですよだから当然この S 社株式の中に研究開発部門が入ってくるわけですから研究開発部門が P の中に入ってきたら S, S 社株式の一部を受け入れてるということになりますのでこの S 社株式の一部を消していかなければいけないということになります。この研究開発部門が入ってくるということはこの研究開発部門っていうものはです、ね、P から見れば S 社株式の中に入ってる一部なんですよね。はい、で S 社は 資本合計がこれ80万です。80万ですよね。この80万のうち35万が研究開発部門なので、この割合を取るとですね。要は、えー、35万割る80万って計算すると、要は S 社のうちのこれ43.75%は研究開発部門なんですよ。S 社のうちの43.75%はね。はい。だから S 社株式 もうですねこれ43.75%は、まあ、自分の中にですね緊急開発部門が入ってきたわけですからこれ消していかなければいけないわけですよだから処理としては S 株の60万のうち43.75%これ消していくって考えていくんですね S 株式60万のうちの43.75%これが26万2500はい そうですね研究開発部門がです、ね、入ってくるわけですから、えー、その研究開発部門を含めた S 社をこの S 社株式で買ってきてるってわけですからね P 社の方は S 社株式が入ってきてるでこれ割合当取るとですね S 社の43.75%が研究開発部門なので S 株26万2500を消していくと。はいで受け入れる研究開発部門が、まあ、この35万ですけれどもですか はい、そのうちのまあ80%部分というふうに考えていき、研究開発分のに、えー、28万から35万の80%、の28万ですね、はい。この差額が抱き合わせ株式消滅債権になります。まあ、要は、ね、26万2500の、えー、株式と、ね、この研究開発分の80%をまあ交換するような取引で、差額が利益になりますよと、これが抱き合わせ株式消滅債権になります。 はいまあ、こういう計算ですね。ですか？これ、駅になりますよと。これが26の1ですね、難しいですよね。はい、で、これ80、80%部分の話なんですね。ですかで残り20%は、イメージとしては、非株から買ってくるというふうに考えていくんですね、残り20%は、イメージとしてはね、非株から買ってくるようなイメージになります。はい ですからこの35万のうち80%を今ここで取り入れましたよと残った 20%35 万のうちの 20%7 万ですね7万はこれ非株から買ってくるとで考え方としてはこれ試合継続バージョンのですね追加取得というふうに考えていくんで、えーまあ、この7万の持ち分を買ってきて資本上期に振っていくということになりますなのでこれ問い27に続きますけれども問い27、まあ、連結上のですね資本上期の金額問われていますけれどもですか20%部分は まあその非株からね、研究開発部門を買ってきたというふうに考えていくと。だって、S の20%、これ、非株が占めてるわけですからね、S の非株が占めてるわけですから、研究開発部門もですね、20%、非株から買ってきたというふうに考えていきます。この部分は完全に中の取引ですよ。これ、共通社会の取引で。えー、こちらが非株との取引ですね。非支配株の人の取引になります。こちらが非支配株の人の取引になりますよと。とはい 被社株式の取引になりますので、えーまあ、35万のものセ20%ですね比較、えー、から買ってきたということで資本上金が7万増えていきます、えー、その非資本上金7万の増加とあとはこれ連結 BS の金が聞かれてますので、まあ、過去のですね要は前期末 ×2 年12月31日に行われた追加取得の1万を合算すると連結時の資本上金が8万出てきますねはいあら 研究開発部分を非支配株主から20%買ってきたという部分でプラス7万の資本上金、でえー、過去のです、ね、1年前の追加取得取引でプラス1万の資本上金、合計8万の資本上金となります。ははいですか、ね私もね、この実は 万のね、ツ2年12月31日でですね、増加した資本条件の1万というのをです、ね、加え忘れててっきりまあ7万だと、ね、思って、えー、計算をしていたんですけれどもはい、まあ、この部分を、ね、忘れてはいけないというところですね。はい、であとは最後ね、親会社株主に帰属すると期準利益の金額が奪、ね、われておりますけれども、えー、この抱き合わせ株式消滅債権を発生させた取引っというのはこれ共通社会の取引でグループ内部の取引ですよね。この部分ですから。 はい、でこれで連結上関係がないんでですすね内部取引ですから連結上は、はい、なので親会社株主に帰属する当期純利益の、えー、金額っていうのは P の当期純利益個別上が、えー、50万か50万ですよね。でそこにタイムデブル矢印上とのれんの消却を加減算していけば OK なので50万プラス16万マイナス1万5000で、えー、64万5000。 P の個別が50万そこに TT 矢印上これ青できますかね TT 矢印上16万との連勝客1万5,000を引いていくってことですねはいこれで、えー、64万5,000なので回答は5となりますはいということで まあ、あの最後の、ね、連結の3台は、まあ、完全に埋没ですからね今ちょっと解説はしましたけれども,、まあ、もう気にする必要は全くないというところになります。はい、ということで、えーまあ、本日ですねもう心も体も、ね、疲れきっているとは思いますけれども、えー、なんとかねあのボーダー付近の方は 論文式本試験がもう3か月切っていますから、えー、なんとかねそこに、えー、焦点をですね、えー、シフトして、えー、なかなかねこう担当をやっと終わったばかりで辛いかもしれませんけれども、えー、もうね、えー、2か月半学習すればですね、えーまあ、一度解放はされますので、えー、またそこに向けてね、まあ、本当に1日2日、まあ、23日ぐらいは休んでもねいいかもしれませんけれども、あのー、まあそれ以上休むと本当に8月のね論文式本試験に影響をですね及ぼしてしまいますのでまあ辛いけれどもね、えー、あと 2ヶ月半、えー、走り抜けてですねまあ、2ヶ月半というか3ヶ月弱ですかね走り抜けて、えー、まあ、論文終わってからね思い切ってね休憩をしてもらえればいいかなと思いますはい、えー、それでですね、えー、担当試験の試験財務会計論の回答報道が以上とさせていただきます皆さんお疲れ様でした